弥生ヶ丘駅は佐賀県鳥栖市弥生ヶ丘一丁目にある JR 九州鹿児島本線の駅です。駅番号は JB13。2001年平成13年3月3日に開業した JR 九州の中でも比較的新しい駅になります。島式ホーム2面4線を有する地上駅です。互いのホームは古線橋で連絡していて、 駅舎は西側に置かれています。対比線があり、普通列車が特急列車の通過待ちをすることが多い駅になります。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅です。2020年度令和2年度の1日平均乗車人員は1041人です。開業当初の2001年度平成13年度の1日平均乗車人員はたったの 138人だったので、開業当初から利用者数は約10倍も増えていますね。弥生ヶ丘駅は鳥栖市北端部の丘陵地に開発された住宅地、弥生ヶ丘の拠点駅として設置されており、駅周辺では住宅の建設が進んでいます。またこの駅からは徒歩30分ほどの距離がありますが、都市プレミアムアウトレットの最寄り駅であり、バス連絡もされています。 トスプレミアムアウトレットは2004年3月に開業しましたが、2007年、2011年、2019年と3回の増設により計170店舗となり、九州を代表するアウトレットとして、国内外有名ブランドが多数出店しています。